ね。いやー、かっこいいレオくん。アメリカ大会からさらにアレンジしてる。アメリカ大会で優勝し、中国大会では一番グランプリファイナルに近い位置にいます。4回転こそありませんが、曲の解釈などの5コンポーネンツで高い評価を受けています。トリプルフリップ、トリプルトーループのコンビネーション、確実に決めて加点を狙います。一つわかることは、音楽に出会ってなければ一体どうやってこの魂を勇気づけることができただろう。トリプルルッツ、最後のジャンプも鮮やかに成功。レオ君の魅力が最大限に引き出されてる。アメリカ、レオデラ・イグレシア、大歓声の中、納得のショートの演技です。アメリカ大会に引き続き見事でした。アメリカ、レオデラ・イグレシア、得点は 87.98、 現在3位です。すごい。あー、レオ君にも越された、悔しい。最後の滑走は25歳になりました、スイスのクリストフ・ジャコメッティ。去年のグランプリファイナル銀メダリストがいよいよ登場です。色気のただ漏れとる。リクセルのないシーズンなんてつまんないと思ってたけど、ユリ、君には負けたくないね。大人のエロス。けど、クリスは大きく崩れたりしないんだよね。スロースターターで初戦にピークは合わせない。けど、今日のクリスは、色気のピーキングがぶっ壊れてる。ユリ、君の清潔な色気は暴力だ。それに勝てるのは、世界中で僕しかいない。トリプルアクセル、圧倒的な差を見せつけなきゃ僕の興奮は収まらないからね。トリプルフェイク、トリプルトー、いったー。最後のスピン、会場からは割れんばかりの歓声です。あ、行きそう。クリストフ・ジャコメッティ、高速のショート、さすが、見せてくれます。うわー、クリス、さすが、色気の破壊兵器。今日一番のエロスはクリスか。氷がびしょ濡れに見える。スイス、クリストフ・ジャコメッティ、 85.60、 ショートは5位ということになりました。え、じゃあもしかして僕だってまだチャンスはあるもんね。追い上げは得意ですよ。フリーは自信あります。フリーで逆転する気満々だからね、ユリ。フリーでグランプリファイナル決めてみせます。ショート2位は想定内だ。三流コーチには負けんぞ。中国大会男子ショートの結果、日本の勝木優里が第1位です。あの子、一番になれとらんけん、大丈夫かね。ビクトルコーチと共に愛の力で勝ちます。カツカツ。